はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけで今回は、なんだっけ、そう、前回のね、フェラルホードの、後片付けめんどくさいな、やめた。今日はいいや。ちょっとね、建築したい。建築したい。あ、これ買ったりしたな。建築したい。なんで建築させて。これをこうして。ちょっとあの卵チンしてもらって。ちょっと面白いアイディアを思いついたんで、それをやりたいんですよ。やりたいんだけど、このセシカの塔をとりあえず完成させないと次に行けないんで、もうサクッと完成させちゃいたいです。でも多分今回ではサクッと完成しないんだよね。よいしょ。これと、これいる？これいらない？いる？いらない？いらない？こんなもんかな？なんかもう一つ、藁とか。ないね。ないね。これか？あ、運転ハッチ。そうだ、ハッチもコメントいただいたんだよ。そうだよね。そうすればよかったよねっていうコメントいただいたんだよ。あれ？これ。これどこだ？俺。どっかにアイテム置いてきたな。どっかにアイテム置いてきたな、俺。なんで？ウッドフレーム1個しかないんだ。燃やしたかな。あった。で、あれは草草草草草草草ブロックって俺全部使ったわけないよね。こっちかな。ないねー。下かな？どこだっけ？ここだっけ？じゃあもう整理してあるんだね。草ないよね。あれれれれれ。ないね。草なくなりました。なくなりました。あれ？あ、こっち敷いてなくなっちゃったんだ。じゃあ草買ってこないと。上の建築分の草買ってこないと。よいしょ。そう、今回はね、あ、草生えてる。なんかこっち遅いだけだな。取っとけ。お、犬犬犬犬犬犬。いぬ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 
めっちゃ掘ってる音するじゃん。びっくりした。まあ、いや、ほっと、あ、木生えてる。バーンフォレストも、フォレストも生えてますね。おっと、なんだ今の引っかかり。なんかすごい引っかかり方だった。こっちもどっちも生えてますね。いいね、いいね。お、また引っかかった、なんか。なんだ今日。今日引っかかるぞ。カーンつってるな。カーンつってるけど。てるけど、まあ無視しようか。無視しましょう。俺は草。建築をサクッと進めたいんですよ。あー、こっち結構ダメージ入ってんじゃん。サクッと進めたいとか言いながら草刈ってるし、でも仕方ないんだよ。アイテムが持てない。アイテムが持てない。ゴミはこっち。んー、これ違うけどな。なんで弾持ってんのかな。
よいしょ。これでいっか。1個しかない。あ、草1個持ってんじゃん、さっき拾った分なら。どこにいんの犬。あ、いた。まあ、大変なところ。まあいいや。虫虫虫虫虫虫虫する能力も重要で、フロア100まで一気に飛べるんで今。もう一個まで欲しいかな、草。落ちた。よいしょ。サボテン量産できねえかな。サボテン量産できたら一番いいのにな。草集めの旅に出るか今度草集めとこうかな、ちゃんと。そう、今回はお話ししたいことがあったんで、アルファ16いろいろ情報があったんでね、それを建築しながらお話ししようと思ってたんだけど、いやー道が進まない。は？めっちゃダメージ入ってんじゃんこれ。やばいね。意外と警察官侮れないな。よいしょっと。そう、ここの後ろにね、柱立てればよかったんじゃない。柱じゃない、なんだっけ、フレーム置けばよかったんじゃないってコメントをいただいて、それが思いつけばよかったね。最初、次からはそうだね。なんでそのテクニックを使えば簡単に立てれるんで、まあ高さによっては200だっけ、高さ200のとこに作るのもありかもね。これでいこう。これとこれ、これだけかな、これだけだね。よいしょ。ん、大丈夫だよね、この下あるよね。あるあるある。でアルファ16なんですけど、またなんていうの、開発が言ってる情報見てきたら、UMA ゾンビってもしかしたらあれから前も言ったかな、俺前も言った気がすんな、多分何回も出てる情報だと思うんで、こっちじゃない。プレイヤーがやっぱりキャラクター作れるようになる、キャラクターっていうか、なんていうか、なんていうの、ちょっと待って、ね、こっちだけ真剣に。そう、プレイヤーが装飾というか、なんというか、まあ、キャラクター作れるでいいのか、ような形になるような雰囲気の言い方だったね、やっぱり。将来的にね、洋服をパターンの映像にしたりとか、今でもなんかもう、ある程度はできますみたいなこと言ってた気がする。髪の色とか、目の色とか、目の色あったかな。まつげ。うわ、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 ああ、今のめっちゃビビった。今のめっちゃ怖かった、俺。ああ、焦る焦る。グイーンって下がってたもんね、今ね。よいしょ。で、そう、UMA ゾンビ、そうね。いろいろできそうですよ、と。で、それとは別に、フェラルゾンビ。フェラルゾンビいるじゃないですか。それに、何だったっけな。あれ、やばいやつ。ラデュエーションフェラルゾンビみたいなのが出てくるかもしれないです。もう今、向こうのコンセプトの話なんで、本当に出てくるかどうか、実装されるかどうかはわかんないですよ。でも考えてるっていうことなんで。全部ね、今から話す内容は。大体実装されるでしょうけど、いつか分からんし、コンセプトがなしになったらなしになると思うし。うー、心拍数上がるよ、ここ。で、なんだっけ。
そう、フェラルラデュエーションフェラルゾンビ、どっち、まあいいや、順番どっちでもいいや。とりあえずそれが実装されると、なんかね、今のアイディアの中では、とりあえず回復しそうな雰囲気、まあ、緑色のオーラをまとってるような見た目でしたね。で、よいしょ。で、周りにいる死体を復活させるみたいなことも言ってた。スケルトンとして蘇らせるみたいなね。でもスケルトンだけど肉ついてるよっていう、ゾンビじゃんっていう。ただのゾンビじゃんっていう。そういう感じにして蘇らせたりみたいな、なんか、そういう特殊な機能を持ったゾンビが出てくるかもしれないです。アルファ16かどうかもわかんないしね、さらに。で、あとは、なんだっけ。ワイヤーについて前、コムさんからも言われたんだけど、ビローンってなってるのどうにかならないのって。あれに関しても今、開発段階なんで、今後どうなるかわかんないってことでした。コメントでは、なんかね、透明にできないのかみたいなこと言ってたんで、で、それも一応、なんつってたかな、忘れちゃった、検討してみるつってたのか、なんなのか。で、一応まあ、その人のアイディアでは、コメントの人のね、レンチを装備してる時だけ見えるようにしろ、みたいなこと言ってたけど、まあどうなるかはわかんないです。それについていいよ、悪いよってはなんかね、曖昧な感じだった気がする。まあ今とりあえず開発段階なんで、みたいな。あ、待って。全然置いてきてないじゃん。全然置いてきてないじゃん、俺。これ。ね、どっから置けばいい？あっちとこっち。よいしょ。で、どこまで行ったっけ？ワイヤーね。そうだね。そんな感じのこと言ってました。で、そう、前の動画で何もなかったっつってたけど、そういえば、あれあったね。なんだっけ。ソーラーパネル。ソーラーパネルの絵つか、もうグラフィックが出てたかな。前の。一つ前に。おい、ちょ。その一つ前のやつで。なんか、スクラップランプ。これにソーラーパネルがペタッて貼り付いてるようなのがあって。で、デイジーチェーンってなんて言うんだろう、数珠つなぎでいいのかな。とりあえず、デイジーチェーンでつなげるようにしますみたいなこと言ってたんで。多分、今できなかったんですけど、あの人がやったのでは。なんていうの。出てこないね。ソーラーパネルからソーラーパネルに、向けてつないで、ソーラーパネルからさらにソーラーパネルにつないで、みたいな。で、最終的にソーラーパネルから、なんていうの、アレーとか、ジェネレーターにつない、ジェネレーターじゃねえな。バッテリーチャージャーみたいな。バッテリーパックみたいな、なんか。とりあえず、そこにつないで、チャージするみたいなね。そういう感じにできるようになるっぽいです。なんで、全部のジェネレーターじゃない。ソーラーパネルから、あれとか、まあ、バッテリーパックにつなぐ必要はなさそうな雰囲気でした。で、どれだっけな。そう、新しいトラップ系は、やっぱり、ファイアースローワーっていう火炎放射器と、タレットと、なんだっけ、チョッパートラップがね、なんか、あんまりあの人好きそうじゃなさそうな雰囲気だったね。なんで、もしかしたらなくなるかもしれないし、わかんないです。で、あとが、タレット言ったよね。クラッシャーっぽいのもあるっぽいです。ぽいのもあるっぽいってひどいな。適当だな。とりあえず、クラッシャー。クラッシャー、説明しがたいな。まあ缶を圧縮するような、なんかそういう装置みたいなノリの
クラッシャーですよ。ピストンが横についてて、マインクラフトの圧縮トラップみたいね。圧殺トラップみたいな。なんかそういう感じの、も出てくるかもしれないです。で、あとが、面白いことなんか言ってたかな。そう、マトモールさんの、マトモールだっけ、あの人の名前の、アイコン表示するところにカートの醸造所っていうのもあったね。まあ、今の醸造のやつが普通にポンって置いてると思うんだけど、あれがカートの中に入るのかな、収まるのかな、それが何なのか知らないけど。で、あと何があったかな、面白いやつ。あ、そうだ、面白い武器に関してなんですけど、これはアルファ16ではないです。多分16ではないけど、なんか AK のアイアンサイトめっちゃ見にくいのかな、俺あんま使ってないかわかんないんだけど。で、それに関連は、ついに来た、ついに来ました、アルファ10、アルファ16じゃねえよ、ここここがアルファ16じゃねえよなんだここ、ついに最上階、セシカの塔の最上階来ました。しかもなんかいい感じに、やばい、無理、ちょっと、ここだよね、だよね、どうしよう、はい、よし、ダメ、心臓止まっちゃう。あ、俺忘れてた、こう真ん中のやつのあれ入れてないんだよね、危ねえな。忘れてたな。とりあえず最上階まで完成したね。そうだよ、俺あの中層のここ高さいくつよ、200ぐらいいってんの、178だから200階のあれはないね。じゃあもう中層と最上階行きのエレベーターがあるだけだ。エレベーター真ん中でいっか。そしたら真ん中でなんかいい感じのエレベーター作りましょう。そしたらあの前回のやつもちょっと壊して、あれ頑張って作ったけど壊して、もうちょっとなんかいい感じのエレベーター作りましょう。そうしよう。そして次がなんだっけ、武器武器のお話してるところだったね。アルファ16ではないんですけど、武器のモッド、要はモディフィケーション、なんつうの強化とかじゃなくて、まあないじれるようになるっぽいです。なんでサイト、これ大丈夫、落ちて、うわ、怖え。また犬がずっと仕事してるやん。で、そう、武器にサイトとかつけれるようになるかもしんないっす。AK って俺持ってたっけ、作ってないよね今回、ないね、ないし拾ってないし。へえ、そうそういうわけです。まあいつかわかんないけどね。で、どうすればいいのこれ、こっちからこういく感じでしょ。でこうやって来ました、高さでしょ、合ってる、高さが違ってたら一個ずれるからね、見事に。多分大丈夫でしょう。で来ました、これがあります、ここだね、ここよし。あ、ちょっと待って。今、この不安定な感じを俺はカメラに収めたい。で、武器つながりでもう一つありました。武器つながりでもう一つ。これはちょっとみんなテンション上がっちゃうかも。弓なんですけど、次の弓っていうのもおかしいな。バージョンアップした弓ができるかもしれないです。要は、鉄で強化された弓みたいなね。そういうのが出てくるかもしれないです。すげえな、これ。なんかこれ美味しそうだね。ダメだ。
ダメだ、また食いしもんって言われちゃう。俺、ポテトのあるじゃない。こういうお菓子。お菓子じゃないな。なんか揚げたやつ。揚げたのかね、焼いたのかな、何なのかわかんないけど。あれが出てきちゃった、頭の中に。1枚でもいっか。いや、ダメでしょ。やるならせめて20、20は行かなきゃな。でも40まで行く必要あるかな。やりたいよね。やろう。で、武器、そう。強化弓が出るかもしれないですっていう話だったね。そう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 。いやー、頼もしいよね。まあ、俺は、クロスボウ派なんだけど。圧倒的にクロスボウ派なんだけど。で、その次が、なんだっけな。なんかあったんだけどな。ちょっと待ってね。音楽かな。エレクトリック、電気関係が来るじゃないですか。なんで、音楽プレイヤーとかも欲しいですみたいなコメントに対して、そういう MP3 プレイヤー的な、どっかのフォルダに音楽入れたら再生できるようなのも作ろうかなみたいなことを言ってました。あったらいいよねみたいな。なんで、もしかしたらそれも実装されるかもしれないです。で、その次がなんだっけな。そうだね。で、あとなんか地元の、なんか、なんだっけ、メジャーじゃない、インディーズの人たちの音楽をなんとかなんとかみたいな。ラジオステーションがなんとか、おい、落ちるみたいなことも言ってたけど、よくわかんないっす。著作権処理をちゃんとやってくれたら私は嬉しいなーっていう。YouTube で BGM 流せて嬉しいなーっていう感じになるんだけどね。で、他。他は、エレクトリック、トリップファイヤー行った。あ、エレクトリックフェンス忘れてたね、トラップの中で。あと、トリップワイヤーとエレクトリックフェンス。トリップワイヤーっていうのは、あれだね。なんていうの、よく映画でありそうな、足元にピーンってピアノ線弾いて、それに引っかかったら爆発するみたいな、なんかそういう感じのトリップワイヤーなんで。それの、プレッシャープレートの代わりみたいになるのかな？トリガーとして動くのかもしれないです。それがありますよと。で、あとは、プレッシャープレート関連で言うと、もう一つ、なんて言うんだろう。もしマインクラフトで赤石回路って言うんだっけ？レッドストーンの回路。やった方がいるとわかると思うんですけど、パルスとか、なんだっけ？リピートじゃないな。なんだっけ？リピートでいいのか？何回も同じ信号を送ったりとか、もしくは出しっぱとか、そういうのに切り替え、トグルみたいな。そういうのどうなるんですかって言ったら、それも追加しますって言ってました。なんで、いちいち、マインクラフトみたいに。つか、マインクラフトもパルス回路できるんだっけ、今。昔はパルス回路っていうのなんか作ってたんですよね。ブロックを組み合わせて。なんだけど、もう1ブロックで今できるような気がする、パルス。どうなの？とりあえずそういうのもできるようになるっぽいです。で、タイマーについては、そのコメントには書いてあったんだけど、あの人触れなかったんで、タイマーが出てくるかはわかんないです。と、あと、あ、そうだ、あれ言った？アロートラップ。アロートラップもあります。タレットのこととは違うと思うんだけどね。アロートラップもあって、多分中にセットしたアローを打ち出すんでしょうね。なんで、踏んでから、アローが届くまでの距離を計算して頑張って当たるようにしてくれみたいなこと言ってたんで。アロートラップ楽しみだね。で、そう、アロートラップはなんか一つのブロックに穴が1個ぐらい開いてた。まあ、まだコンセプトの段階だから、実際どういう絵になるかは知らないけど、そんな感じでした。で、
ゾンビも新しいの出るかもね、もしかしたら。あのデブのお姉さん、デブのお姉さんつかアロハゾンビがなんかいじった遊んでる絵があったんで、あれはちょっとどうなるかわかんないです。あれが UMA っぽい感じになるのかな、パーツ変えたりして。よくわかんないんだよね、なんか言ってたけど。とりあえずあの人が言ってたのは、アロハゾンビ作るのに6週間ぐらいかかったんだけど、その元のデータを使って新しいゾンビを作るのは3日ぐらいできるから、すごい効率がいいんだよみたいなことを話をしてたけど、結局アロハゾンビが帰ってくるのか、ちょっと巻き戻してもらって確認するのはめんどくさかったからしなかったっす。で、あとはなんだっけ、あ、そう、これもちょっと面白いかもしんない、エアコン、要はエアコンとかヒーターとか追加するんですかみたいな話があったんですよ、コメントで。で、それに対しての返答で、それはいいアイディアかもねみたいなこと言ってたんですよ。で、その先が問題で、あの今ゾーンに対して、今じゃないな、なんていうの、バイオームごとに難易度みたいなことを話してたんで、今も多分あるっちゃあるのかもしれないけど、で、それがあるみたいな。だから要は、まあ今のウエストランドっていうのは多分あの俺が瓦礫って言ってるところ地雷が埋まってる地域だことだけど、多分ね、荒れ地とか廃墟みたいな場所なんだけど、あそこが一番レベル高いっつってた。確か順番的には、なんでスポーンポイントは、パインフォレストかメイプルフォレストっつってたんで、要はこの森みたいな場所、一番過ごしやすい場所、気候的に。でスポーンして、そこからサバイバル始めて、どんどん装備がうまく上がってったら、順番何だったかな、確かスノー、次がスノーだったと思う。スノー行って、でデザート行って、でウエストランドみたいなこと言ってたと思う。だからなんかそういう難易度が一つのゲームの中に出てくるかもね。まあ確かに今もそうなんだよね、過ごしにくさで言えばね。まあ私の中では、なんだっけこれ、パインじゃねえな、ユッカフルーツが優秀すぎるんで、砂漠も一応過ごしやすいっちゃ過ごしやすいけど、まあやっぱりフォレストだよね。だから俺この土地選んだんで、住むのはフォレストで、これに砂漠があったら便利だよねっつってたら、建築の都合上ど真ん中に立ってるっていうことになってるんだけど、まあ次はもしかしたらウエストランドと砂漠とこの森のピザを目指す旅が始まるのかもしれない、私は。いつか、まあ、ウエストランドはどうでもいいかな。あ、でもラディエーションゾンビとか湧くのがウエストランドって限定されちゃったら、行くしかないよね。そう、こんな感じかな、アルファ16の情報今回拾えたのは私が。あと水上の乗り物、やっぱ欲しいよねって話だったんだけど、あれは、まあ検討中ですみたいな。いつ出てくるかもわかんないですみたいな感じでした。でも多分いつかの段階で追加されるのは間違いないと思いますね。うん。そうだね。だって犬の装備もあの人のフォルダの中の動画に、画像にあったね。ワンワンの、ドッグアーマーみたいな。期待できるね。お仲間ゾンビいいね。お仲間、ゾンビじゃないか、仲間、なんだ、犬。ペットになるのかな。よし。
というわけで今回ちょっと長くなっちゃいましたけど、アルファ16の情報をお話ししつつの建築でした。このエレベーターがまだあるってこと。あ、そう。クリエイティブモードにエレベーターがあるらしいんで、ちょっとこれちょっと探してみないといけないかな、俺いつか。今週末のライブちょっとクリエイティブで遊ぼっか。うクリエイティブで遊ぼっかな。ライブで。多分 FF も落ち着いてきてると思うんで、そろそろ。そうしましょう。そろそろ引っ越しの準備をしないとな。いいや。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいです。こんな感じで、なんだ。アルファ16の情報も拾えたものからどんどん紹介していきます。全部一応聞いてるけど、前のやつはもう寝ちゃってたからね。聞きながら。もう、何も拾えなかったっていう前の動画からは。ソーラーパネルの存在すら忘れてたし。そんな感じ。あとペイントはもちろん、なんか、コストがかかりそうな話でしたね。で、コストに関しては一切触れてなかったんで、新しいアイテムがあるのか、何なのか分かんないっす。あえて触れてないような触れない雰囲気だったんで、ちょっと、なんかあるのかもしれないっす。分かんないっす。まあ、トレーダーもいるし、トレーダーで買えるかもしれんしね。分かんないね、本当に。まあ、大抵のもんトレーダーで買えるでしょ。というわけで今回もここら辺で終わりにしましょう。本当に。終わらないとやばい。伸びてく。なかなかとご視聴ありがとうございました。セシカでした。よろしかったらチャンネル登録あれ？なんかさっきも言った？言ったね。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。あ、動画の下の説明欄にプレイリストありますので、暇な方見てくれたら嬉しいです。セシカでした。